10月の上旬に契約して、その時は12月末の生産予定ですと言われてたんですけれど、はい、年を明けてもまだ生産されておりません。皆さん、こんにちは。CX5 の納期がなかなか決まりません。生産日もなかなか確定しません。納車を今か今かとお待ちの皆さん、皆様の CX5 はいかがでしょうか？ CX5 に限らず、今自動車業界全体が抱えている問題ですが、こういった車の納期が非常に長くなっています。ネットニュース等でもですね、今お見せしているような記事がたくさん出ていますよね。特にランドクルーザーは4年以上であったりですね、ベゼルも一部受注中止で、なんかベゼルの中古車市場でなんかそのプレミアがついてかなり価格が上がっているとか、ジムニーとかですね、まあジムニーも1年前後と、まあ他にもレクサスの NX だったりっていうので、 SUV 今非常に人気ですので、そういったのもあって、まあ、かなりバックオーダーを各社さん抱えられているんじゃないかなと思います。メーカーも販売店も、そして顧客もみんな非常に難しい状況だと思います。そもそもなんで今自動車業界がこんな状況になっているのかっていう話ですけれど、まあ、よく半導体が足りてない、半導体が足りていないっていうのはよく耳にしますが、その半導体の不足だけではなくてですね、やっぱりコロナウイルスの影響も非常に大きいんですね。で、特に半導体だけではなくて、ここにも書いてある通りワイヤーハーネスなんですけれど、ワイヤーハーネスって非常にその多品種、多岐に種類数が分かれてる部品になるんですけれど、これって組み立てるのが非常に難しくてですね、設備とか機械に突っ込んでボタンポチッと押せば自動で組み立て上げれるようなものではないんですよ。なので、その人が手作業で組み立てるので、人件費が大きく関わるような部品なので、やはりそのワイヤーハネスメーカーも人件費が安いところ安いところへその工場を建てて生産しているんですけれど、そういった時にですね、例えば東南アジアとかだと、よくニュースとかでもロックダウンとかがあったじゃないですか。そういった状況で、もうそもそも工場を閉めないといけないですとか、出社制限がかかってしまって、工場全体の何パーセントまでしか出社しちゃダメですよってことになるので、それがもう設備自動化でできるような工程であれば、まあ作業者が多少少なくなっても、例えば設備に部品セットしてボタンポチッであと自動でとなるんですけれど、人の手作業が多いということはやっぱ人海戦術で、人がいなければ生産量がガクッと落ちてしまうんですよ。となると、コロナウイルスの影響でロックダウンをして工場を閉めるってなると、ワイヤーハーネスの組み立てができない。となると、自動車も組み立てることができないっていうので、車の生産自体も伸びてしまう。でですね、半導体ですね。半導体自体は、なんで不足しているかっていうと、もちろんそのコロナウイルスの影響で在宅勤務等が進んで、例えばパソコンであったり、スマートフォンであったり、そういったものの需要、まあ、特にあとゲーム機とかですよね、そういった需要がどん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 伸びている中で、そういったところと、まあ、自動車業界とで半導体のパイの奪い合いをしているっていうのももちろんあります。半導体の不足に関しては、こういったニュースも出ていますけれども、自動車用半導体大手のルネサスが火事になってしまったり、まあ、去年の2月だとアメリカのテキサス州を大寒波が襲って電力が不足してしまったとか。で、半導体っていうと、やはりそのここにも書いてある通り、台湾や韓国での生産が非常に強くて、日本ってなかなか半導体って作ってないんですね。で、昔そういった動きがあったんですけれど、まあいろいろあって、なかなか日本で半導体製造ってのが進まなくて、で結局海外へ出てしまって、でなかなか日本も今の時代になって半導体の主導権が取れていないと。なので、ここ最近日本でもなんかその半導体の製造にどんどん力を入れていこうとして、なんか専門の学校を作ったり、お金の支援を出したり、投資したりっていうのがどんどん進んでますよね。その車も電動化が進んでいって、より高価で性能のある半導体を作ろうと思った時に、やっぱり半導体って結局その人の手じゃなくて機械で作るものなので、正直その国内で作ろうが、人件費の安い東南アジアで作ろうが、おそらくそこまでコストで変わらないと思うんですよ。であれば、どん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 国内に回帰をさせて安定して作れる環境っていうのを個人的には整えていくべきだなと思っているので、この国が半導体の製造にどん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 投資出資していくっていうのは、
個人的には非常にいいな傾向かなと思います。あとはもうスピード感を持ってやってもらえるかどうかですね。車が全然来なくてイライラするとか、そのディーラーさん何やってるんだいつなんだって言っても、やっぱりディーラーさんも困っちゃうわけなんですね。なのでこういった世界の情勢を抑えつつ、自分の車にどういった影響が出ているのか、ニュースとかを見て世界情勢を勉強するきっかけにもなるのかなって思いながら CX5 の納車を待ってます。噂によるとですね、一部グレード納期が早まってるっていうのも見たんですよ。でただ私が選んだグレードっていうのはなかなか早まりそうな雰囲気もなくて、やっぱりその一つ言われてるのが、CX5 だと BOSE がついているかついていないかが一つ大きな分かれ目になっているようです。やっぱり BOSE がつくと、やっぱりそれだけ特殊な、例えば半導体であったり特殊なワイヤーハーネスを使っていると予測されますので、そういったのでやっぱりなかなかそういった部品が入ってこないと生産が後ろ回しになってしまうと。例えば分かりやすく BOSE の車は作れないのであれば、 BOSE がついていない車を先に作ろうとかっていうので、おそらく生産計画とかを組み替えているはずなので、であれば、もともと後回しにされていた BOSE がついていない車が前倒しされるから納期が早まる、そういった流れって考えるのが自然かなと思います。なので同じ CX5 でも、自分の方が早く頼んだからといって必ずしも先に来るわけではないと。なので、まあどのグレードが早いのか、それが何でかっていうのを冷静に見極めながら、あまりネガティブになりすぎずのんびりと納車を待つしかないですね。私自身10月の上旬に契約して、その時は12月末の生産予定ですと言われてたんですけれど、はい、年を明けてもまだ生産されておりません。1月中に生産されればいいんですけれどね。はい、すいません、今日はというか今日もですね、ダラダラと話してしまいました。 CX5 の納車を待っている皆さん、気長に待ちましょう。本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。